角像は中国、精神期の人物、字は古言、河南の人、老僧思想を好み、聖壇を良くした。応援は角像の聖壇を、剣賀の水が溢れるがごとく、次から次へ注がれ枯れることがないと評され、剣賀の弁の由来ともなった。後に壁目されて、首都城となり、しばらくして、高門次郎となった。その後、柴越が招兵して、大夫死亡とした。 交換となった、角像は一転して、牽制を誇示するようになり、かつての聖断をしていた頃の清廉さを捨て去ったという、映画の末年に没した。創始に刺したことで知られる。カーン、王室などの減額を襲い、発展させた思想であるが、彼らの、無をもって、本となす。ムの論調とは一線を画しており、毒か、自得などといった語に象徴されるように道のあるべき。 流れに従って、おのずと生まれたありなるものをあがめる姿勢を見せた。また、人間の道徳観念は、生徳的に備わるものであるとも説いた。司書の記載するところによれば、格像は、軽薄な人間であり、無回収の創始中が世に知られていないことをいいことに、これに若干の過剰を行った上で、自分の著作と偽って、創始中を表したという。 これの審議については古来議論があるが、いよよしみすず、施設新語選書では、向井周の宙が残っていないのでもはや検証のしようが、ないと述べている。ありがとうございます。